ご視聴ありがとうございます。ボスビックです。龍が如く7、13章、コインロッカーベイビーやっていきたいと思います。荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。春日大丈夫かな。おやすさんがまさか死んでしまうなんてね。あの明るかった春日がこんなに落ち込むなんて。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川は
どこぞの誰かさんがきっちりやってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。ああ。何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと、今何て言った。沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクラが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。いや、これ沢城はどうなんだろう。おやすさんのことを本当に信頼してんのかな。でもなんか信頼してそうな気もしますよね。何か隠れた真実がありそうな気がします。
沢城がどういう思いでこの組にいたのかっていうのはね、ちょっと気になるとこですね。鳴ってるよ、電話。星野だ。会長。大丈夫か？ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか？いえ。そいつは体に毒だ。どうだ？平安楼で会わないか？平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか？平安楼に来いって。行くの？ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。平安楼行ってみよう。まさか星野会長がやったわけじゃないよね。まあ、とりあえず向かいましょうか。一直線で行きましょう。結構遠いな。では平安楼に着きました。早速入ってみましょう。夕べの荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか？間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が親さんを？春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやつさんを。
そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示、青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと？いえ、おやっさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする？おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかしどうやって青木と会うつもりだ？都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。復讐しろっていうのは拒否したみたいですね。おやっさんそんな望んでないぞっていう春日の思いで。さあどうするんだろうこの後。待っててくれたのか。どうだった？悪いな、俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若ともつながってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりの大家さんへの弔いになるはずさ。なるほどな。
だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。では久米に会いに行けってことですね。それでは久米に会いに行こう。ちゃんと演説頑張ってっかな、あいつ。なんだかんだ久米って憎めない感じがしますよね。近いかな。ちょっと道に迷っちゃったりして。こっちの方ですよね。結構遠いかもしんない。カットしよう、カット。はい、カットできたかな。久米に会いに来ましたよ。とりあえず特攻。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。なかなかいい演説するな。なかなかいい演説するな、久米。バカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度、善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米、久米に託してください。なあ、言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだろ。裏の悪事も知らずにか。そう考えると、ある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれないな。同情してる場合ではないですよ。よし、行くぞ。おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え？すまない。けど、どうしても。あ？あんた、どこかで。あ？お前、あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく、周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。結局戦闘になるんだ。まあ、相当レベル上げたから余裕だと思う。ポイントブランク強い。半純儀がね、とにかく強いですね。結構蝶も強いんで、全体範囲攻撃で戦っていきましょう。急所蹴り、ジャスト。相当痛いこれは。で、これで範囲攻撃。はい、強い。え、強くない？ 1 体しかいないもん。ジャストガード、半純儀の攻撃強すぎるでしょ、半純儀。アイテムがいいのか。成長できるとはな。また強くなっちまったか。おお、何倍いたの？
久米ソータ。ソータひらがななんだ。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろ。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前ら、久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が偉人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東条会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦、果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したといわれる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば、民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く、活力にあふれています。彼らの力をもって、この国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。表向きのパフォーマンスはすごい上手いんだろうね、若は。このコインロッカーベイビーにどう繋がってくるのかがちょっと気になるんですけど、
どういうつながりでコインロッカーベイビーなんだ、この隊。荒川の島で選挙に利用しやがって。てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？何ですかね、渡し忘れたものっていうのは。何か手がかりになるものなのかもしれませんが。で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう。見つかったんですか、青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はあ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな、久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はあ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス？立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視はできねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんとな怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいところだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。
合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。まさか春日が立候補すると、選挙に参加するってことですね。選挙に出馬しろ。まさかの展開。春日が選挙か。はい、魔法の力でカットしていく。というわけで速攻ついたわけですけども、果たして時間は間に合ったのかな。なんかやることあんのかな。この右下のキャラアイコンがまた古い RPG を思い出しますね。お金を累計500万円使う。メンタルが上がった。メンタル上がるんだ、当たり前でしょ。学級委員じゃないんだからみたいな。職員の顔見たか。ありゃ相当キレて、締め切り1分前に届け出なんて前代未聞だろうしな。結果も何もまだ届け出が済んだだけでしょ。明日から選挙活動つってもダメよ。久米に近づくための、そうですね、ああ立候補者として認識されないと意味がない。確かに道具がないからね。まあ明日考えようぜ。お、見張りが見てる。筒抜けですねこっちの行動は。サバイバーに帰れ、サバイバーに帰れ。じゃあサバイバーにカット。はい、サバイバーにカットしていく。到着しました。とりあえず寝るってことかな。明日から選挙活動が始まるんでしょうか。マイクとかどうするんだろうね。またお金集めたりしない、大丈夫か。なんか張り紙貼ったのか。人殺し、人殺し出ていけ。お、なんだこれ。久米陣営の仕業以外考えられないでしょ。ってことは奴ら早速敵の立候補を、のんきに言ってる場合か。こんなことされたらお前の気にすんな。俺に前科があるっていうのは真実だからな。お、高部、高部さん、うちの会長から差し入れだ。お、敵屋で使ってた車を貸してくれた。マイクはついてんのかな。マイクとスピーカーも積んどいた。そっちはストリップ劇場の倉庫に眠ってたもんだ。あ、すげえ助かりますね。ありがとうございます。これで演説はできるってことだ。それでは早速クメに挨拶しに行くとするか。健闘を祈ってるぜ。星野会長、ありがとうございます。では選挙カーを使って街を繰り出そうと思います。じゃあ準備ができたら選挙カーに戻って、なんだ戦いがあんのか。もう行きますけど、もう行きます。早速行きましょう。なんかいろいろ選挙カーに乗ってコマンドしながら演説していくとかっていうミニゲームがあっても面白いかもね。ないのかな。選挙とは民主主義が、春日一番、民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は
久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました。春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補、やばくね？人殺しだったよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたい。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を支持する。あたしもだよ、一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収、撤収だ。おい待てって。おい、
ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか？え？いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。え？もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな？誰だろう、カスガ、それとも星野会長かな。筒抜けだもんね。星野会長を狙うのが一番あれかもね。うん、今日の久米の講演会場は関内駅よ。なあ、それなら選挙会やめといた方がいいぜ。僕らの存在に気づいた久米のやつ、そうだ、目立たないように徒歩で近づくか。じゃあ徒歩で栽培した植物、館内駅へ向かえ。このマスターがいろいろ加工してくれるんだっけか。では、おう、マスターは木をカットしていく。いろんなもん作ってくれるんだぜ。めっちゃ近かった。カットする必要なかった。いた、久米。やってるわね。久米陣営気づかれねえように近づこう。そんでマスコミの前でいきなり握手して捕まえる。そうすれば今度こそ逃げようがねえ。その後どうする？昨日の和解をしようってことで。でも気をつけろ、俺たちずっと。あ、早速やってきちゃったね。こいつらなんだよ。こんな公の前でね。おい。いいのか、お前ら。この人は久米と同じ立候補者だぞ。残念ながら俺は久米陣営でもなけりゃ。なるほど。全く関係ねえぞってことね。お、バトルですね。いや、ここもやっぱレベル上がってるから余裕なんじゃねえか。ホールドブロー、一体ずつやっていく戦法でいこう。押した押した、強すぎでしょホールドブロー。急所蹴り、ギガスイング、強い強い。寝てるやつから、あー、やれなかったね。ジャストガード、叩き潰しだったよ。ミス、普通の攻撃でもかなり食らうね。なんだろうね、自転車とかうまく物を使いたかったけど、うまく
その範囲に行かないとダメなんだろうね。強い超。あ、消えた。射程を呼びつけた。こいつ厄介だね。最後の攻撃、やっぱ結構強くなってるよね。レベル上げ重要ですわ。ホールドブロー、強すぎるっしょ。このあとなんか戦闘があるかな。ないか。急所蹴り、春日の攻撃、やっちゃえ。睡眠薬ミス。あれ、まだ最後でとどめ。急所蹴りだ。よーし、倒した。さらに強くなれますよ。お、レベルアップ。ジャストガードについて、よし、まだクメは俺らに気づいてねえ。ムスメリジン、ボラコ、何とぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろ。よう、春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。論戦だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要などマスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした？星野会長の命が狙われています。はあ、今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。あとは星野会長、孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え、おい、なんだよ、クメはもういいのかよ。あ、やっぱり星野会長を狙ってんだな。早く行かないとやられちゃうか。まあまあの距離だね。まあまあの距離、どうするかな。カットするかな。そのままいけちゃうかな。これで敵にエンカウントしたらカットしよう。カッツ。今回めっちゃ近かったね。カットいらなかったですね。とりあえず着きました。飲食について、ジャストガードについて、デリバリーヘルプについて、植物栽培について、アイテムボックスについて、さあやっていこう。高部の頭、春日が撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人、親父とこに向かった。親父が、
会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったのう、カズガ。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえら、ざけんじゃねえ。大丈夫かな、会長。とりあえずやっつけないといけないんで、やってみましょうか。まあ、全体攻撃でいこうかな。ディバインショット。これどうしようかな。防御力を下げよう。メロメロ台風。メロメロ一人メロメロになってるのな。メロメロになると動けなくなるんで、ウェルダン焼きで範囲攻撃。強い。あ、メロメロになってる。メロメロ対応強いっすね。アイドルジョブでレベル上げてよかったかな。回復もあるし。ディバインショット。お、結構いけた。2人ぐらいいったか。どうしようかな。急所蹴り。まず弱いやつをやっていく。数を減らしていった方がね、スピーディーだし。あれ、倒せなかった。動けないやつを倒していく。惜しいな。あんまり食らわない。ナイス、ジャストガード。倒した。 MP 回復しといて。いったか。よし、 OK。 お、結構ダメージ入った。はい、レベルアップ。どうせんな、使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、一番。なんてな。この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。
バカはお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。沢城の兄貴と対決ですね。強いかな。なんか持ち出しやがって。何恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど。そうだけど勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。手を抜くってことある。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。かっこいいな。やっぱそう考えると。いずれにしてもどこで習ったんだその剣は。なあ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。なるほど、カウンターがあるってことかな。まあ、とりあえずじゃあホールドブローでどんぐらいダメージ入るか。結構入るじゃん。1000ぐらい食らってるよ。これで攻撃力をアップしていく。で相手のそうね防御力を下げてメロメロにはなんないか。さすがに。おおすげえ。まあまあだな。極み使っていこう。人間おろしの極み。おお1000ぐらい食らってる。いいね。ホールドブローでいいね。これが一番多分ね効いてる。相当食らってるから。確かに剣の技はすごいわ。どうしようかな。一応極み使っとこうか。どんぐらい入るかな。お、かっこいい。あ、まあまあ1000ぐらいか。だいたい回復入れていく。ホールドブロー、どうしようか。極みやってみようかな。お、暗殺客の極み。どんぐらい食らうかな。ホールドブローの方が効きそう。あ、同じぐらいだ。ホールドブローでいいわこれ。無念刀。
一応やけどにしとこうかな。やけどしなかったか。もう一発。いいいいね。変身するぞこれ。お、刀を折った。どうすんだ。次はこれだな。スティック杖で。さっきの方が強そうだけどね。どうなんだろうな。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。杖術。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだよ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。へえ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。理解したんだ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。どうなんだろう。いやだな。私が相手です。してみろ。ステッキバリア。俺の番。こう攻撃したらカウンター来そうだな。上がってきなさい。ここで一発じゃあ。とっておきだ。やっとこうか、もう一発。張り切っていくぜ。攻撃力アップを延長。なめんなよ。私が相手です。回復しといて。ステッキストライク。まあまあだ、まあまあ。やっぱレベル上げすぎたからそこまでだ。どうしようかな。追い打ちでいいね。カウンター来るねやっぱ。なになになに。どうしようかな。極み。これは回復じゃん。ありがとうございます。私の番ですね。半純儀は極みかホールドブロー。これやっぱホールドブローが一番効いてるな。あ、ちょっと硬くなってる。カトラリーショットやってみよう。あ、結構効いてるっぽい。ホールドブロー、やっぱ効いてますね。ホールドブロー、追い打ちの攻撃、回復。強いな春日の。一回死んだら一度蘇るっていうのがいいですよね。さっき攻撃力上げるって言ったけどそれだったわ。 OK。 あ、二刀流になりそう。出た二刀流。殺してやる。様子がおかしい。さらに強くなるの。折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだな。みんな気をつけてくれよ。こっから強くなるの。さて、叩きのめす。みじん切り。あ、いいねいいねいいね。もう普通の攻撃でとりあえず極みやってみよう。サイリウムランブの極み。うわやば、面白い。おたげおたげ。
今度龍が如くって感じするね。どんぐらい食らうかな。あー微妙。やっぱ防御下げた方がいいな。一回徐々に回復。そんなことあんの。もうホールドブロー一択。お硬い。硬くなってるわ。とりあえず追い打ち結構食らった。1000回復するのか。まあ1000以上ダメージ出していけば徐々に減るってことだね。これもう1000ぐらい入るから終わりじゃん。もう極み。さらにどうしようか。全回復しとこう。一応ね、念には念を。やばい、殺気をまとってる。だがホールドブロー。え、そういう感じ。やっぱりあの時攻撃しちゃうのはまずいね。四重拳かっこいい。お、結構食らってる。どうしようか、極みでいいか。もうちょいだな。回復しといて。半純元はやばい。結果ですよ、ホールドブローが一番効いてる。2000ぐらい入る。ホールドブローでチャラになって、それ以外で、まあ、削っていく感じ。これやってみよう。圧力なめブレス。お、いいじゃん。なかなかいいよ。ホールドブロー。おお、倒した。やっぱホールドブローが強い。レベルアップ。カシラ、何やってんだよ、あんた。俺の知ってるサバシロ城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても、バラカーのおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。沢城の過去がわかるんだね。すごい興味ある。これがコインロッカーベイビーに繋がってくんのかな。
気になりますね。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから。地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな、もういいだろ。忘れろよ。嫌だよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたのか？でもなんで？ほれ、ほれ、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるってなんだかしねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ。じゃあ、おやつ様、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川正人、若だ。若は
あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに、僕だけなんで。その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと、何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。
あの大晦日の夜、茜さんは腹の中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって、頭が破裂しそうだった。でもその理由は、しばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち、何してるの？わかんねえ。まさか、これか。いいね。あ、いました！店長、いました！ここです！いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことは、うまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです？警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんは、その後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間、受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。
待ちなよ。青龍会の会長を殺しといて、このまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら、誰がおやさんを？確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が、おやさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。ええ、じゃあおやすさんは春日の本当の親父さんなんだ。可能性としてはかなり高いってことですね。じゃあ若が沢城の息子なんだね。すげえ、衝撃の事実。だから若の言うことを聞いてたんだ、沢城は。なるほどね。じゃあ沢城はやっぱりおやすさんを本気で、まあ、慕ってたんだろうね。그거 믿을만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. どうした? 星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何?なんで沢城が自分からバラしたんだ?つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前に、あなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ、あんたは。頭、あー、兄貴も捕まっちゃったね。この後どうなっていくのかな。あ、終わりましたね。ストーリー13クリア。では次は14章やっていきたいと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。